はいどうも、ビオキングです。今コースを探してたらめっちゃ面白そうなステージあったんですよね。逃げるキノコを追いかけよう、あのキノコを取ることができればゴールができるっていうコースなんですけど、これがまたクリア率が 2.6% なんですよ。これ難しいってことですよね。めっちゃ気になるからね、早速このステージ遊んでいきたいと思います。まあ普通に言ってもまあまあまあそうですよね、まあ無理ですよね。これをどうにかして捕まえなきゃいけないのか、あのキノコをね。じゃあジャンプしていこう。よし、いった。おお、いや、ちょっと待って、これ無理じゃん。どうしよう。ここをジャンプして渡っていく。おいしい。多分今のやり方で合ってるでしょう。これめっちゃ難しい。よし、でここでブレーキ。うわ、ちょダメだ。これビビるな。先にある針にめっちゃビビる。今取れてもよくない？ちょっと今当たってるよね、腕らへん当たってるよね、きっと。うわー、惜しい。めっちゃ惜しい。うわ、こんだけなのに、たったこんだけなのに、なんだこの難しさは。いや絶対ね、やり方はこれで合ってると思うんですよ。もう来た来た。やった、来た。オッケー、ゴール。めっちゃ難しかったこれ。それじゃあ2つ目のコースはですね、ピッキングっていうコースなんですけど、明らかにね簡単そうなんですよね。ねえ、めっちゃ簡単そうだよね。リンクの剣を取って、あのピースイッチを爆弾でもいいのかな、爆破させてゴールできるっていう感じっぽいんですけどね。まあそうは簡単にはいかないと思うんですよ。なんつったってクリア率 2.1% だからめっちゃ簡単なわけがないですよね。これも一画面コースなんですけどね。で、これ、うお、なるほどね、速攻マグマが上がってくるからこれで、よし、え、消えるの、剣で消えるんだっていうこと、こんな感じ。惜しい。惜しい。弓矢で行くんじゃないのかな、これ。こんな感じか。うわー、惜しい。っていうことは、走ってって、弓矢、惜しかった。よし、それじゃあ最後はですね、騙しコースやっていきますか。初めてのトロール、ザ・ファーストトロールコースかな。まあ今まで謎解き、まあ謎解きとかね結構好きなんですけど、騙しコースっていうのはあんまりしないんですよね。さて僕をどう騙してくれるんでしょう。だってこれ、うお、ちょっと待って、早い。早い。なんだったっけ、あのチョロプーみたいな見た目のやつ。さてこれはまあ普通に上でいいでしょう。オッケーと思ったけど、こっち違うのか。あれ、じゃあどうやって行くの。あ、こっちね。これ多分最初左にね、ここ折らない剣っぽい、あの変なのがどっか行くでしょ。で上に上がるんだきっと。あら、あれ。あれ、上上がれるよね。オッケー。そして次は、さてどうしよう。このハテナめっちゃ怪しいよね。このハテナブロック、金魚出てきそうなんだよな。あなたですか、あなたは倒せるんですよ。オッケー。じゃあね、まあお言葉に甘えてこのキノコ取っていこうか。いや、餌に釣られたらダメやね。餌に釣られたらダメだ。うお、ちょっと待ってくれ。これは上でいいのかな。これね、左に行かないけんのじゃないね。そしてあのトゲが上に上がっていく。そうそうそう、ここで上に上がれるんだ。オッケー。いや面白いね、騙しコースなかなか。でこれは何やってんの。ちょっと待ってくれ。さてここなんですよ、ここのタイミングね。ここ、よし、もう一度右にジャンプしていけるか。オッケー、来た。そして次はこれ右に渡ってっていいのかな。絶対なんかある、絶対なんかある。これ上って書いてるね。なんこれ、なんこれ、なんこれ、ここ助かったってことでいいの。これ上なんもないよね。うん、このまま渡っていこうか。
中華ポイントは何やってんのあんた。そんな小顔矯正したいの。このまま右に行くと、これは何だろう。ね、この土管気になるよね。土管に入ると、やった中間ポイント。え、あーよかったよかった、うわー振った中間ポイント取らせてくれないかと思った。で、これはヒップドロップしていけない。このまま右に行こっか。そしてこれ右に入ってさ、ね、こっからお前ジャンプしたらいけるんじゃない。読めたぜ、ここにブロックがあることはもう分かってんだ。じゃあこのまま右にジャンプして右の土管に入っていく。よし、そして次は、え、なんだこれ、 P スイッチが来る。で、こっちにこれこうか、 OKOKOK で、オッケー、よし。なんかこういうなんかゲームあったよね。なんか昔ゲーセンにこういうやつあったなんか10円玉でするやつで、このつららを踏んで、え、え、こんだけ。皆さん、僕発見したんですよ。ここのブロックを叩くとキノコが出てくるっていうことをですね、発見したんですよ。それじゃあこのまま先に行こうか。しゃがんでて、で、当たってドビラに入ると。オッケー、なるほど、そういうことか。やっと次に行けたけど、このカロンたちを踏んで一回、よし、危なっなんで最後だけ動くのよ、危ないじゃん。そしてこれは P スイッチを踏んで、あれ、あら、あら、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれカロン、ちょっと待ってくれ。よし、そう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 、そっち行って、うん、いい子だ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 。おっ、ええー、嘘マジかよ、左に出てきてるし。それじゃあこの P スイッチは何もしなくても出てくるでしょきっとね。おお、 OKOKOK、 出てきた。で、踏んで上か。中間ポイントゲットできた、よかった、やった、ベル、おー、よかった、また引っかかったと思っためっちゃ焦ったわ。よし、それじゃあ上がっていこうか。次は猫ね。よし、これ上に行ったらね、なんか騙されるっぽいんですよ、マジで。よし、オッケー、これ上に行かないけんね。で、このまま上に上がっていくと、あー、どっちが正解だろう。もう上に行くしかないから上に行こうか。で、黄色の土管に入ると、これは？下が正解か。うお、ビビった、ちょっと待って、うおめっちゃビビるんだけど、何この演出。じゃあこのブロックが解けたら右に行っていいでしょきっとね。こっちでいいよね。これはどっちだろう。まあ右の方がなんかダメージ食らっていくっぽいから、こっちが正解だと思うんですよね。そしてこれは、うわー、ビビった、クソ、こうなるって分かってたんだけどな。こっから P が解けて右か左どっちかに行けばいいと思うんですけど、まあどっちもね正解だと思うんですよ。まあ左だったら不正解とかそういうのはあったね。右じゃないと右じゃないとダメだった。で、これはゆっくり降りていく。そしてどうしよう、これまあ普通に考えたら上に行かなきゃいけないっぽいんですけど、こっちね。で、このまま走っていく。で、何もなかったか。やばい、うっそマジかよ。やめてやめてやめて。え、やるのかクリボー。え、こっちに来てこんな感じ。なるほどね、やっぱそうだ。よし、このまま渡っていくぜよし、そしてこれはカートのままでいいかな。
カートのまま行けないのか。それじゃあカートを捨てていく。これヒップドロップした方がいい。ヒップドロップしてみようか。お、キノコもらえるじゃん。でこのまま透明洞窟に渡っていく。え、キノコ意味ない。また小顔矯正いるよ。俺は、お、中間ポイントとだけど、え、なんか戻ってきたくない。え、マジで戻ってきたんだけど。なんだこれ。え、どうしようどうしようどうしよう。え、マジで戻ってきたんですけど。つら、ちょっと待って。確か一個まだ行ってないとこあったよね。そこちょっと行ってみよう。ここにね、まだ来てなかったんですよ。このドア、このドアはめっちゃ怪しいよねこれ。ねえ、もうするしかないやんこれ。え、え、なんもないじゃんえ、なんもないの。え、これだけ。わかりましたよ皆さん。見て、あのキノコが今ね、マグマに落ちないでうろうろしてるんですよね。小顔矯正のサンドだったっけ、ちょっと名前忘れたけど、あの子がいるでしょう。あれはここをイメージしてると思うんですよね。ここがね、渡れると思うんですよきっと。オープンノート。多分キノコを取っていかないけんっぽいね。ここが多分渡れると思うんですよ。ほら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 、やったやっと来た。めっちゃ探したわ。待って、これ以上まだあるの。そろそろゴールでいいよね。ねえ、そろそろゴールでいいよね。よっしゃよかった、クリアできました。めっちゃかかった、めっちゃ時間かかりました、このコース。久々に騙しコースをするとめっちゃ面白いですよね。ということで、謎解きコースをですね、これからもどんどんやっていきたいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。